皆さんこんにちは、ビッグカメラ有楽町店テレビ担当の森と申します。よろしくお願いいたします。さあ本日ご紹介させていただくのはこちらのテレビですね。チューナーレステレビと言います。さて皆さん聞いたことありますか？チューナーレステレビ、実は皆さんの使っているテレビだったりとか、ビッグカメラにこういろんな並んでいるテレビ、こうやって全部ですねチューナーが内蔵されているんですね。チューナーがあるテレビになってます。チューナーの役割なんですけども、地上波とか BS、CS 放送とかを皆さん何気なく見てるんですが、これチューナーがあるから見られているんですね。さてそんな中チューナーレステレビ、これチューナーがないということはですね、実はこのテレビはテレビ番組が見られません。じゃあ何を見るんですかと。そうです、皆さんがもうご存知の通りインターネット動画、これインターネット動画が見られるテレビになるんですね。むしろそれに特化したテレビになっております。今は皆さんこうスマートフォンとか、まあ強いて言ってもこうタブレットで見ている方が多いかと思います。映画見たいのにこの画面じゃちょっと迫力ないですよねと、そんな方には非常におすすめです。さらには今皆さんの生活を思い浮かべた上でテレビ番組なかなか見る機会少なくなってるんじゃないですか。なのでこんな風に皆さんのこうニーズに応えた商品がやっと出てきました。さあ実際にこちらの商品を見ていただくと、こちらオリオンの SF-H321、 一概にネット動画が見られる、これ普通の大きいテレビでもネット動画見られますよとか言ってるんですけども、これ注意しなきゃいけない点がありまして、テレビの機種によってどのアプリが使えてどのアプリが使えないとかっていう結構違いがあったりするんですね。こちらのテレビやっぱインターネットで特化しておりますので Android TV なんですね。これ Google の OS が入っておりますので、皆さんが知っているようなもの、これから新しいアプリも基本的には対応してます。あの番組あのアプリ使いたいという時も Google が入っているので Android TV なら安心です。さらに見ていただきたいのはこちらのリモコンですね。ご存知の通り何か足んないですよね。一般的なリモコンというのはこんな感じです。数字がないんですよ。もちろんですねテレビ番組が見れないので数字がなくて非常にシンプルなものってます。ホームボタンとかも OK とか設定ボタン、ホームボタンを押せばご存知の通りアプリのアイコンとか中に入ってないアプリはもうスマートフォンで見かけられるようなこんなマークも出てきますので、こっからご自身で好きなアプリをインストールしてご利用いただくと。で私ももうこのこことここしか使っておりませんので誰でも使えちゃいます。よく見るアプリに関してはこんな風にダイレクトボタン入っておりますので、ワンプッシュしていただければ大丈夫です。音量マークもあって非常に重要です。インターネットに特化してると思うと、皆さんが今使ってらっしゃるのはゲーム機とかブルーレイとか見たいんだよという方も安心です。これただチューナーがないだけで接続機器への端子は十分にあります。ゲーム機も十分にご利用いただけます。今ビッグカメラがおすすめしたいアプリがございます。それが Unext、 Unext なんですよ。聞いたことありますか Unext？これ実はあまりちょっとまだね、 Netflix とか Amazon プライムビデオとか違ってちょっとこうまだまだ知らない方多いんじゃないかなと思って紹介させていただきます。まずは見放題作品数、これ日本一あるんですよ。日本一ですよ。 Netflix プライムビデオ Hulu よりも断然多いんです。でさらにはポイントっていうのはついてくるんですね。でこのポイントを使うことによって見放題だけではなくて最新映画のレンタルもできるんですね。これプライムビデオとかと違ういわゆる最新映画のレンタルができます。でさらには、これは今テレビに特化した映画とかの、使い方になるんですけども、実はスマートフォンのアプリとかでもご利用いただけます。アプリで利用すると今度は電子書籍、雑誌、漫画も読めちゃいます。もちろんこのポイントを使ってご自身でスマートフォンでご覧になると、そういった使い方もできますので、実はこれ動画アプリだけではないんですよね。これポイントなかなか使えないよとかどうしてもこう上限があったりするんですね。ただその時に助かるのが今度は映画です。映画館で皆さんお金を払ってチケット買ってると思うんですが、 Unext のポイントはなんと全国の多くの映画館でポイントでチケットを買うことができるんです。通常ですね Unext から、これ進んでいくと1ヶ月間無料の体験ができるんですね。ただビッグカメラはですね最大3ヶ月まで無料体験できますので、
ぜひですね、ご興味のある方、ビッグカメラ来ていただければと思います。でもちろんこのご紹介させていただきましたチューナーレステレビ、これですね、これも私のこのビッグカメラで取り扱いがございます。 Unext もですね、今キャンペーンやっておりますので、ぜひ皆さん来ていただければ幸いでございます。なかなかこうテレビを見なくなってしまったなとか、例えばセカンドテレビ、寝室に置くテレビとか、意外にもうネット動画主流だよねってことであればですね、チューナーレステレビ最近出たモデルとなりますので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。これでビッグカメラですね、まだまだテレビ紹介したいものいっぱいあるんですけども、まだまだありますので、ぜひ有楽町で遊びに来ていただければ嬉しく思います。ではまた。